この人、なんだか見慣れない服装だな。あなたは？え、ああ、俺はキリトだ。キリト、そう。それじゃあ君は？私はレオナ。少し遠いところから来たの。遠いところ？あ、もしかして君はベクタの迷子？迷子、確かにそうかも。気づいたらこの世界で目覚めて、ほとんど何にも思い出せなくて、覚えてるのはこの名前と、元の世界ではずっとお歌を歌ってたというくらい。歌？へえ、レオナさんは歌手。天職で言うと歌うたいなのか。うん、でもこの世界に来る前に歌ってた曲の歌詞を忘れちゃって、旋律は覚えてる、でも言葉がどうしても出てこない。もう一度歌いたいのに。曲の名前はスカーレット。どこか遠い国で、ただ精一杯生きた女の子の記憶。はあ、もし俺でよければ何か手助けしようか。そんな、いいの？私たち会ったばかりなのに。いいよ、俺も突然この世界で目覚めて、何もわからない時、今の親友に助けてもらったんだ。だから君のことも手助けしたくてさ。おせっかいかな。そんなことない、ありがとう。でも歌詞を思い出すってどうすれば。何か手がかりはないか？そうだよね。あ、少しだけど覚えてるのは赤い花。それが歌に出てくるのか。うん、血のように赤くて、少し悲しいけどとても綺麗な花だったと思う。なるほど。うん、でも俺花とか詳しくないんだよな。あの花と同じ赤い髪の女の子、彼女なら知ってるんじゃないかな。わからないけど、なぜかそんな気がするの。赤い髪？だったら、あ、そうだ、わかったよ。ちょうど赤い髪の女の子なら俺の友達にいるんだ。その子に聞いてみる。それじゃあお願い、待ってるね。なあメディナ、突然で悪いんだけど、赤い花って知ってるか？赤い花？もちろん知っている。何百種類とあるからな。え、それがどうした？いや、赤い花を見たいっていう人がいてさ、その人に花を渡したいんだよ。うん、ちなみにどんな人だ？俺たちと年の近い女の人で、天職は歌うたいだ。彼女は記憶を失ったベクタの迷子で、この世界に来て何もわからずにすごく困ってる。元の世界で歌っていた曲の歌詞を思い出したくて、その手がかりが赤い花みたいなんだよ。なるほど、それは大変だな。しかし女性、そして歌うたいだと。要約すると、キリトはその女の人に花を渡したいと思っている、そういうことか？ああ、そうなるな。かなりざっくり要約された気がするけど。ふむ、そうか。一体何を一人で葛藤しているんだよ。あ、葛藤などしていない。勘違いは甚だしいぞ。私はどうすれば彼女の力になれるか考えていただけだ。
おお、それは悪かったな。まったく。ちなみに彼女が求めている花にはどんな特徴があるんだ？そうだな、血のように赤いって言ってた気がする。他…なるほど、わかったぞ。どうしたんだよ。何百種類もある赤い花、その中で最も血のような赤が入ると言われているものがあるんだ。決めた。その花は私が取ってきてお前に渡してやる。それをその困っている女の人に届けてくれ。いいのか？なんか悪いな。けどありがとう、メディナ。しばらくしたら戻ってくる。だからここで待っていろ。取ってきたぞ。ありがとう。これは？リコリスの花、血のような赤が印象的だ。お前の話と合うと思ったのだが、どうだろうか。この色と見た目、なんだかこの花、レオナさんの言っていた花の印象にぴったりだ。そうなのか。ああ、綺麗で少し悲しい花だとも言っていたんだ。この花の姿を見ると俺もどうしてかそういう気持ちになって。うむ、そうだな、私もそう思う。ん？どうした？いや、その人はレオナさんと言うんだな。お前に一つ頼みがある。私も歌うたいのレオナさんに会ってみたいんだが、いいか？もちろんだよ。それじゃあ一緒に来てくれ。それから歌うたいのレオナさんとはあなたか？私はメディナだ。あ、そうそう、俺の友達のメディナが赤い花を取ってきてくれたんだよ。本当？ありがとうメディナ、嬉しい。うん、ああ、あなたが困っているとキリトから聞いたのでな。これくらいどうということはない。レオナさん、これはリコリスって花なんだけど、どうかな？うん、とっても綺麗な花。血のように赤くて、儚くて。あ、悲しい思い出に手向けの花捧げる、燃え上がる真紅の花。おお、なんだか、はあ、とても素敵な歌声だ。今歌詞の一部を思い出したの。この花を見てるとちょっと悲しくて、でもその悲しさの中には激しい情熱も感じて、私はどこか別の世界で誰かのそんな思いを歌ったことがあるような気がする。そうか、それがレオナさんの失った記憶ってことか。うん、きっと。レオナさんはこんなにもすごい人だったんだな。すごいなんて、そんな。あ、それから二人とも気軽にレオナって呼んでくれないかな。え、うむ、構わないぞ。ではレオナと呼ばせてもらう。それじゃあ俺も。ありがとう。歌詞を少し思い出せたのは二人のおかげだよ。
この花大切にするね。あのレオナ。何？ちょっと二人だけで話したいことがある。悪いが付き合ってほしい。おい、どうしたんだよメディナ。先ほどの歌の感想などともかくこの人といろいろ語り合いたいんだ。うん、いいよ。ではキート、レオナをしばし借りるぞ。ちょっとついていけない。もう二人とも話は終わったのか。ずいぶん長いこと一緒にいたみたいだけど。彼女は素敵な歌歌いだ。記憶が完全ではないそうだが、スカーレットの旋律を仮の言葉で歌ってくれたんだ。とても感動してしまったぞ。へえ、いいな。俺も聞きたかった。それからレオナはセントリアの猫巡りにも付き合ってくれたんだ。猫巡りってなんだ。メディナがお気に入りの猫がいる場所を教えてくれたの。可愛かったよ。ああ、それは良かったな。うん、すごく楽しかった。そうだ、二人とも、もしよかったらまた私と話をしてくれる？この世界では一人ぼっちでちょっと寂しくて、キリトやメディナと一緒にいられたら嬉しい。あ、もちろんいいよ。よろしく、レオナ。私もだ、レオナ。また一緒に過ごしてくれ。